ゴディエ・ジュヌーはフランスのオートバイメーカーである。主に川崎重工業製オートバイをカスタム化して製造販売を行っている。創業者はジョルジュ・ゴディエとアランジュヌー。1974年、1975年のヨーロッパ耐久レースの優勝者であった二人がレースのノウハウを活かして1975年に創業した。本社は パリから 600km 東部のサンジュリアンベーシュベルにある。1983年と1984年にフランスのプロダクションレースでチャンピオンとなるなどで得た耐久レースのノウハウをもとにトータルバランスを第一にした製品を送り出している。1135R-1135R 代表的なモデルはパフォーマンスレプリカとも呼ばれている 1135R である。 川崎製、Z1000J を、パフォーマンス車1982年製、ワークス耐久マシンに即してカスタマイズ。ビキニカウル、デビルの4ミント1集合マフラー。イマグのマグネシウムホイール、シビエのデュアルヘッドライトを与えられ、ネーミングが示す通り排気量を 1000cc から 1135cc に拡大。フレーム足回り、冷却系。 ブレーキ関係などを強化して販売された。最も人目を引くオリジナルからの変更点は、パフォーマンスレプリカの名が表す通りに、耐久レースのパフォーマンス車レーサーとほぼ同じシルエット、そして川崎のイメージカラーである、ライムグリーンに塗られた車体であった。非常に手作り感のあるバイクで、一台ごとに細かい、部品は随分異なっており、年式ではなく、 製造順に塗装パターンも頻繁に変わっている。一見するとシングルシートで乗車定員1名に見えるが、シートストッパー部分を取るとタンデムシートが顔を出して乗車定員2名になる。しかしすべてがタンデムになるわけではなく、少数ながら個体によっては完全なシングルシート仕様も存在する。この車種は世界的にも珍しい特徴として、 アッパーカウル側面下部にシリアルナンバーの記載がある。写真の車両はノー20とあるので製造20台目を表している。製造開始は1983年。総生産数約250台。一説には300台程度は生産されていたとの情報もあり。2006年よりフランス本社で復刻版の 1135R が受注で再生産開始。 日本においてもゴディエ・ジュヌーからブランド使用許可を得たメーカーがノックダウン生産を開始している。カウルにペイントされたシリアルナンバーが以前からの加算ではなく、再びファーストナンバーの1から始まっている。ただし実際の製造ナンバーの前に00とつけて、初めから3桁表記にしている。以前からの加算を避けたのはゴディエ・ジュヌー社でも正確な総生産台数が、 把握できていないのが原因だと思われる。メーカーと密接な現地ファンクラブも把握せず、ナンバーの重複や、年式や、製造過程での混同を避けるための差別化の意味も、あると思われる。なお初1984年売り当時斬新すぎると、言われたスタイリングで、日本での評価は低かったが、近年においては、多くのライダーに支持され、外見だけを模したモデルが国内で多数。 作成されている。日本に輸入された数は、正規、並行合わせて20台ほどだと言われているが、それより、かなり多い車が走っているという光景が見受けられる。1985世界のオートバイ特集 P168。ありがとうございます。